はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、担保責任を負わない旨の特約572条、民法572条についての解説です。この担保責任については、契約不適合責任と考えていただいて大丈夫です。例えば、何か物について売買契約を締結しました。その場合、売り主は買い主に対して、契約不適合責任を負いませんよ、みたいな特約をつけた場合、どうなるのか、といったのが今回の内容です。で、まず原則こういった契約不適合責任を売り主は負いませんよっていう特約は有効になります。契約っていうのは当事者の意思に基づいて自由に契約ができるので、まあそういった契約も原則は有効なんですね。ただし今からお伝えをする1番、2番、どちらかに該当する場合、担保責任、契約不適合責任を負わない特約は無効となります。なので、ここをちょっと頭に入れていただきたいんですね。まず一つ目が、売り主が契約不適合の事実を知りながら、あえて告げなかった。そういった事実については、これは契約不適合責任負わない特約をしていたとしても、これ契約不適合責任、売り主は負わないといけません。例えば、建物の売買契約を締結しました。で、その建物の売り主、屋根裏に、シロアリがいて、もう一部ちょっと食われている、屋根が食われている、そういった事実を知っていた。にもかかわらず、買い主に告げずに売却しちゃいました。で、その売買契約では、売り主は担保責任負いませんよ、契約不適合責任負いませんよ、っていうふうに特約をしていたとしても、売主は買い主にその事実を伝えなかったわけなので、その部分については、売主は責任を負わないといけません。これは考えていただいたら当然だと思います。売り主が知りながらそれを伝えていないということは、もう詐欺的なイメージがありますよね。なので、もうこういったものを保護する必要はないわけだから、担保責任、契約不適合責任を負わない特約をしていたとしても、その部分については責任を負いましょう。売り主は責任を負ってくださいね、といった内容になっております。で、二つ目は、売り主が自ら第三者のために設定、または第三者に譲り渡した、権利について。これについても、担保責任を負わない特約をしても無効となります。これ分かりづらいんですけども、例えば、最初ですね、売り主が自ら第三者のために設定した権利ってどんなものかっていうと、地上権が設定されている土地があったとします。で、その土地については、もう地上権を設定していた。売り主が地主なので、売り主が第三者に対して地上権を設定していたと。まあそういった土地があったとします。で、その土地を買い主に売却しました。で、買い主に売却したときに、まあ、通常その地上権っていうものはない。消滅させて売却するのが通常なんですね。まあ、もちろん、買い主がその地上権ついたままでいいですよっていうふうに買っているのであれば、そもそも契約不適合にはならないので、契約不適合責任は追及されないんですけれども、そうじゃなくて、地上権は消滅させて引き渡すよと言っているにもかかわらず、契約の内容に売り主は担保責任を負いませんという特約をつけて契約をしていたとしても、地上権の設定については、これは責任を負ってくださいよ。つまり、地上権を消滅させることができないのであれば、それは売主は買い主に対してちゃんと責任を負わなければいけませんよっていう話です。まあ、これも考えていただいたら当然かなと思います。まあ、抵当権もそうですね。抵当権を抹消させて引き渡すと言っているにもかかわらず、抵当権を抹消できなかった。まあ、こういった場合ですね。こういった場合も、たとえ売り主は担保責任負いませんよっていうふうな特約をしていたとしても責任負わないといけませんので。まあ、そういった内容です。で、もう一つですね。売り主が第三者に譲り渡した権利について。例えば、私が時計を持っていたとします。で、この時計は、あなたと契約をする前に、もう第三者にも売却をしていた。つまり、これですね、第三者に譲り渡していた。まあ、そういった場合を考えます。譲り渡していたにもかかわらず、私はあなたと時計について売買契約を締結したと言った場合です。で、この売買契約で、私、売り主は担保責任負いませんよっていう特約をつけていた。こういった場合、私は担保責任を負わなければいけませんっていう話です。契約不適合責任を負わなければいけませんという話です。まあ、これも考えていただいたら、
まあ当然かなと思うんですけれども、まあ二重譲渡をしているわけですよね。二重譲渡をしているにもかかわらず、あなたに対して担保責任私負いませんよっていうのは通じませんよと、まあ言った話です。まあ試験で問われやすいのは一番ですかね。売主が契約不適合を知りながら告げなかった事実について、こっちについてですね。これは担保責任を負わない特約をしていたとしても、これ担保責任を負わなければいけませんので、こっちの方が試験には出やすいかなと思いますので、最低限こっちはですね、頭に入れていただければと思います。そして最後に、弊社レトスは現在短期集中実用カップ講座を開講しております。これまで勉強してきたけども実力がつかない。どうやって勉強したらいいのかがわからない。試験日までの計画が立てられない。わからない部分について質問がしたい。忙しくて時間がないけど今年絶対合格したい。もしそう思っているのであれば、短期集中実用カップ講座であれば、今お話した5つの課題全て解決することができます。無理なく無駄なく効率的に勉強していくのが短期集中実用カップ講座です。一緒に勉強して合格を目指しましょう。あなたの受講をお待ちしております。短期集中実用カップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますんで、ぜひご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。